さあお互いに出揃ってマッチしました。さてさて、まあそうなるわなと。サンファイターですね。サンファイターやめつつ相当マナー悪いですよこれ。そっちもそっちで相当マナーは、マナーはいいっちゃいいけど、マナーはマナー、マナーはいいけど、ちょっと編成のキャストがマナー悪いですね。キャストのマナーはいいですけど、マナーが悪そうな動きをするピーターはいますので。それあれそれあれ、あのピーター相当マナー悪いって俺知ってますよ。さあどこ見ますか。さあどこ行きましょう。ここはもう3番のスタノーさんじゃないですか。いやもうスタノーさんしかないと思うんですよ。だってここ、これスタノーさんをきっと男にしようっていうみんなの粋な計らいですよ。そうそう、スタノーさんがやっぱり頑張らなきゃいけないところなんで。これここだけの話ですけど、昨日ちゃんとスタノーさんにこっそりちょっとちゃんとネタ教えましたからね。ああ、ただあれって両サイドどっちかの話じゃなかったっけ。いや違う、中央にいる時のお話で、あれは中央フックをするときはっていう、これをしたらドローが全て使っていく。はいはいはい、要は中央に一人いるから。天賀さんがだいぶマナーの悪い動きしてます。右に行ったり左に行ったり。ただね、開幕の闇キビはどっちかに行くしかない。おいやー、危ない。許された。あ、おっと、MB が、MB が。あ、やべって声が聞こえちゃった。まあ、超ファイターなんでね、多少、編処理失敗してでも、最初のうちは押せるんで、こっからですよね。はい、ドン。おっと、これはちょっときつい。闇キビがこれ追っかけれないから、この位置だと。スタノーさんが、そうですね、こうやって、ストレート食らって、ドローを引きながら、おっと、やるよ。いいドローン。ちょっと真ん中厚いところもあるんですが、端もちょっと見てみます。おっと、目指し先生切れ取りました。お、これは射程圏内か。おっとパパパパ、おっとおっと、これはでかい、これはでかい。いやもうこれはもう天賀さんがもうお前俺のレベル4のための餌にしてやるよと言わんばかりの状況。そうですね、カットイン入って左落ちました。天賀さんがまだどうなってるかわからない。おっと、あーまずいですよそれは。あー、これマナー悪い動き入りますよ。そろそろ左の森に、おっと暴発。職人がちょっと荒ぶってますね。ちょっとね、ちょっとなんかこう緊張からか、そうですね、漏らしちゃってる。さあこれ、これ怖いですよ。ワンチャン死にますからね。おっと、おっと、逃げようがない。ちょっと無理しすぎたかな。いや、行きたくなる気持ちは分かるんだけど、レベル差がついてる以上、そうですね、できればやれるんだったら壁際に行ってやりたかったですね。森が怖いのは分かるんですけど、直線スキルが耐性はないんで。そうですね、鬼立ちとかだったらちょっと走っても危ないかなって。ここは佐野さん超頑張るところですね。ですね、左戻りの佐野さんが結構耐えてますね。おー、いい動きしてますよ。おっと、これは強い。おっと、気合が強い。これは強い気合だ。猿がミリになる。巨人が出る。で、これそろそろ多分レベル5になるんじゃないかなって感じですけど、入りましたね。そしたら湧いてるし、あー、マナー悪い。あーあー、マナー悪い。これはマナー悪い。で、そのままの流れで真ん中打って右行きました。おっと、歌え。あー、いい歌え。これ気合だったらちょっとあれだったかもしれないですけど、気合だったら、まあ、起き上がりにこれを。おっと、おっと、ちょっとやらかした。あーっと、これはスタノさんは逃げれるんじゃないかな。際どい。いや、逃げれないんじゃないかな。逃げ切れるか。おーっと、おーっと、あー、意表ついたけど、まあでも生き残るための術には。これは完全に狙われている。そのさあー、惜しい。いい動きしてますね。でも右の状況、左ちょっと見てみましょうか。これキビの一日になると、あー、これスタノさんいいタイミングで死にましたね。まあ確かに確かに、これ湯気吹きますよ多分。多分湯気吹いて帰ってくる。あの、はい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 、ほら、あー、はい、戻った。あ、いい感じいい感じ。本当にいいタイミングで死んだ。一番いいタイミングで死んだ。
さあこっからこれでね前線時間短い。あー真ん中真ん中そこでどうしようもない。目指しさんが左上切り取られる。真ん中が折られる。右はちょっと危ない。何度見えない。ワンダースキルは打ってないんで。あもう打ってんのか。ここでちょっときついな。ここででもここから職人が働き始めるのか。これはもしかすると、おっと今みんなスサノオさんのこと見てないけど、これスサノオさんが今相当気持ちよくなれる場面なんで。はい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 。もうあれスサノオさん相当早いっすよ、連上げんの。そうですね、目離すともう終わってる。もうダメ、もう中央落ちますこれ。いやでもピーターがカバー入ったんで止めに行ったか。まだ分からない。うおーやばい、まあ、これはもう一回打ちたい。これが二人がかりで職人を止めれるか。いやこれで、ね、止めても、いやこれピーターワンダーがいい仕事してる。これねこうやって挟んでスロー入ってた。おーうまい、うまい。ただワンダーがここで切れます。強いな。体勢がフォローに入る。これは拠点が落ちないしウェルさんは逃げれる。真ん中はいい感じですけど。あー危ない。いやうまい、職人やる。そうこれドローはね抜けてくるんですよね。こいつら死んでほしいぐらいのアホ。おっとこれ真ん中落ちて、いや左がちょっと何とも言えない。真ん中は多分落ちるでしょう。スサノオさん帰ろう、ほんと帰ってくれ。これはダメダメダメ。あーいやー怖い、巨人が出る。きついきついきつい。入りたいよなストライズム。このタイミングで巨人はでかいな。目指しも帰りたい、みんな帰りたい、全員帰りたい。あそこらへんここで帰る。まあおそらく白兵士が来ないだろうっていうのを見込んで。そうですね、白兵士来てないですね。左一気におられるんじゃないかな。 右は押してるけど、いや 左はまだ分かんない、折れないからカバー入るんで。右も、兵士数足りない。真ん中も上がってるで。そうですね、1分でこれ拠点は落ちないから。あーっと、いやーっと、ライズだけどこれ大勢いる。これは真ん中と右の交換ですね。これこれ誰かまだキルダメージアップ持ってますかね。フック持ってますか。フック使ってないんじゃないですか。まだ残り1分分からない。見たい。あ真ん中これフックでずっといるんですけど、横やりバンザイで流したのか。兵士数足りないの。横やりちょくちょく来てるんでなかなか上がんないんですよ。右はちょっと断罪だったのかな。ちょっと僕見えてなかったんですけど、フックさんがあとはどうするかですよ。これ真ん中はどうなるか。う、ね、もう誰も帰る時間はないんで、この体力で押し切るしかないんで。そうですね、こっからフックワンダー。出たけど、おっとフックワンダーが入った。足りないんだよな、そっからの。死んだ。あー切り取れるか、切り取れるか。ダンダッド、あー切り取った。ギリギリギリあるよ。これであとこれは面白いですよ、本当に。真ん中はまだ抑えれない。で、右側が…あー大変な男殴りだ。巨人が入るか。男殴りが来てる。これ、ワンダーはまだ入ってないはず。届けれるか、巨人を。真ん中も来てる。白と来てる。右も若干怪しい。真ん中降りました。白は剥がせない。左の拠点がどうなるか分からない。で、ウェルさんがドハツ切れっていうのもまだ可能性ゼロではないんで。ドハツ入ってましたか。敵上をキルしに行く。左が間に合うか分からない。あー間に合った。左を止めに行くが間に合う。おっと間に合ってる。あー落ちた。おっとおっとおー今のこれは熱い。いやま、ね、目指し先生の白パンが意地。いやそうですね、いいタイミングで白パン行きましたね、ほんと。で、あそこで2人連れて前線に人が送られてなかったのが いやいいとこで来てましたね。さっきも